仕事のミスをなくす方法。精神科医カバサーショーのカバチャンネル。今日は質問いただきました。エミさん22歳女性、今年入社して働き出したのですが、覚える業務内容が多すぎてなかなか仕事ができるようになりません。今は OJT オンジョブトレーニング中なのですが、仕事ができず先輩からは呆れられています。どうしても基本手順が抜けてしまったりします。しかし家に帰ったら落ち込んで勉強もできないし、やる気がなかなか出なくて苦しんでいます。もともと暗記などの勉強が苦手なのもあるのですが、やはりミスが多かったりやる気が起きないのはうつ傾向になっているからでしょうか。ミスをなくす、家でも勉強できるようになるために何をしたらいいでしょうか。アウトプットしたらいいと思いますね。アウトプットが苦手なのですね、この方は。ですからね、だからアウトプットする練習をしていかなくてはいけないのかなというふうに思います。多分覚えることとかがすごく多すぎてパニック状態になっているというかな、あれもやんなきゃなんない、これもやんなきゃなんない、これもやんなきゃなんないっていうのがまずあると思うので、一個ずつやっていくといいですね。今年入社して働きましたばっかりなので、今もうものすごく一番ね忙しくて覚えることがあると思うんですけど、これだけはできるようになろうとかですね、次の日はまた別な、今日はこれだけをできるように頑張ろうとかですね、一日一個目標を作ってそこに集中して、それだけはちょっと完璧にこなそうっていうことでしたから、そうすると1週間で5個できるようになるし、1ヶ月で20個ぐらいのことがある程度勉強できるようになる。十分じゃないですか、1ヶ月で20個のことを学べばね。あれもこれもっていうのが人間の脳が最も苦手とするところなんですね。いわゆるマルチタスクっていうのになってきます。仕事でこれもやんなきゃなんない、これもやんなきゃなんない、これもやんなきゃなんない、これ脳の中でマルチタスクになってますから、ある意味パソコンのフリーズ状態に近いような状態になってくる。全然パソコンが動かないような状態になってしまうのですね。だから1個ずつ処理していくっていうのが重要だと思います。今日の目標はこれとかね、あるいはこの1時間でこれだけは終わらすというふうにして、小さく区切ってですね、一つずつやっていくってことが大切だと思います。ワーキングメモリーっていうのが脳にあるんですけど、ワーキングメモリーっていうのは脳の入り口なんですね。入力するこの入り口で、ワーキングメモリーが大きい人っていうのは入力する入り口が広いので、いろんな情報をわーっとたくさん入れてわーっと処理することができる。ワーキングメモリーが狭い人っていうのは入力する情報が少なくて、一度にたくさんのことができないと思う。それって人によってやっぱり差があるので、本当の能力が低いってわけではないのですね。だから一個ずつちゃんと処理していくとできたりするということがあります。まあ、発達障害のお子さんとかもそういう傾向ってあると思うんですけど、一度に言うと全くできないけど、一個これだけやっていったらできて、じゃあ次これやっていったらできたりするので、そういったことで一つずつやっていくと成長が早いんじゃないかなと思うので、一度にたくさんのことをやろうとしない、ここだけちょっとまず考えながらやってみてはいかがでしょうか。精神科医カバサーショーのカバチャンネル。毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。